はい、皆さんこんにちは、ピッタですね。皆さんこんにちは、ピッタリスメイトヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。今回は腹筋を効かせれる方法についてお話ししていこうと思うんですけど、腹筋をやってるとどうしても腰が痛くなってしまう方やお腹にあまり効いてる気がしないっていう方が非常に多いんですね。で、今回はそれを解決すべく、なぜ腰が痛くなるのか、そしてトレーニングの基本フォーム、クランチ、レッグレイズ、サイクルクランチ、この3つに絞って今回お話ししていきます。で、なんでこの3つにしたかというと、基本的にフィットネスメイトのトレーニング動画、腹筋の動画にはこの3つの道具、トレーニングが入ってるからなんです。で、冒頭からちょっとやばいですね。で、今回はそれについて、そしてマインドマッスルコネクション、腹筋を意識して腹筋をトレーニングすればするほどトレーニング効果っていうのをバーンって爆上げ、バーンって上げていくことができるんですよ。で、今回はそのマインドマッスルコネクションの高め方のコツについてもお話ししていこうと思いますので、もしよかったら最後までご覧ください。なんで腹筋をすると腰が痛くなるのかについてお話ししていこうと思うんですけど、腹筋って基本的にこう体を丸めて戻して丸めて戻してっていう動作が比較的多いんですけど、こう戻した時にやっぱりお腹の力が抜けちゃってる方、少しこう腹筋の力が弱い方っていうのは戻り方がすごい勢いよく戻ってしまうんですね。で、この時に骨盤がブリンブリンってちょっとわからないレベルで、今かなり大げさにやってるんですけど動いちゃうんですよ。なので腹筋を収縮させて戻す時にブリンとブリンブリンと動いちゃう。で、この時にどうしても腰への負担っていうのはバーンってバーンって毎回クランチするためにこう腰への負担が入ってしまうんで痛みが出てしまう可能性があるんですね。分かりやすいようにちょっと写真でまず解説させていただきます。クランチをした時に上体を戻した時のこれ姿勢なんですけど、多くの方が左、普通の姿勢なんですね。これって本当に普通の姿勢なんで別に悪いことじゃないんですけど、トレーニング中に関してクランチの時に関しては腰を痛めてしまう可能性があります。なので上体を戻した時に右の写真のようにお椀型ですね、背骨が常にお椀型になるようなイメージでやってみてください。レッグレイズも同じですね、足を下げた時にお椀型になるようにしてみましょう。サイクルクランチも同じですね。この3つのトレーニングのやり方に関してはまた後で詳しく解説させていただきます。それはレッグレイズとかサイクルクランチにおいても全ての動作においても言えることです。じゃあどうしてこれをどうやったら改善できるのかっていうところなんですけど、まず1つはお腹の力を抜かないことと戻る姿勢なんですけど、クランチをするときにまずお腹の収縮をかけることが一番大切です。なので肩をこの太ももの付け根に近づけるようなイメージで丸まるようなイメージです。で、この時に骨盤が動かないようにっていうのを意識します。で、お腹の力を抜かない方、まあ腸腰筋とかいろいろ筋肉もちょっと作用してくるんですけど、それをしっかりと固定できることによってお腹だけを収縮ができます。骨盤が動かずお腹を収縮かけることができます。なのでまずは腹筋のトレーニング入る前に骨盤を固定してグッと体だけを丸めれるように、で、その時にお腹の収縮、お腹が硬くなる感覚をつかめるようにちょっと練習してみてください。そして動作を戻す時にビロンと、ちょっとやばいっす、めっちゃ汗かいてきた。ビロンと力を抜いて戻してしまうと、さっき言った通り腰への負担がバーンってかかっちゃうので、できるだけじりじりと戻るような感覚、お腹の力を抜かずに上体をゆっくり戻せれるように一つ練習してみてください。で、腹筋をする時のこう腹筋の力の加わり方なんですけど、このトレーニングは点と点ではなく線なんですよ。で、多くの方、腰が痛くなる方、腹筋にあまり効いてない方っていうのは点と点なんですね、点と点。ただこの腹筋のトレーニングっていうのはトレーニング中の動作を線なんで、負荷でいうと常に乗っかってる、収縮かかって、その収縮を残して残して、収縮かけて残して、収縮かけて残してがまず一つです。で、そしてこの戻る時なんですけど、戻りすぎてる方が非常に多いんですね、まあ、地面にベロンと寝転がっちゃってる状態になるんですけど、腹筋でまず収縮をかけて戻しきらないっていうのがちょっとコツなんですよ。ちょっとこうなんですかね、地面に寝転がってる通常の姿勢よりもちょっと猫背の状態、
そこまで戻してあげる、これ以上は戻さないっていう風にするのもちょっとしてみてください。で、その腹筋をしている時のちょっとイメージ図なんですけど、ちょっと待ってください。これですね。ちょっとこれでちょっと説明しよう。これが腹直筋だと思ってください。多くの方、腰が痛くなってしまう方、腹筋への負荷が抜けてる方のお腹への感覚はこんな感じなんですね。すごい伸びて縮み伸びて縮みなんですけど、これをお腹に力を入れて収縮、そしてその力を抜かずにゆっくり戻すというふうにすると、筋トレの感覚はこんな感じなんですよ。すごいじわ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 負荷がこうね、ゴムが伸びたり縮んだり伸びたり縮んだりが強く行っている感覚です。で、これをコントロールする方法というのは、意識して力がしっかりと入っていることなんですね。で、こう腹筋をしてしまう、腹筋をして例えば最初に言った通り骨盤が動いてしまうと、お腹の力が抜けてしまっている方というのは腰がどうしても途中で痛くなってくると思います。で、腰が一回痛くなると筋肉よりも痛みへの刺激の意識がすごい勝っちゃうんですよ。なら余計にこのお腹への負荷を抜いてしまうんですね。で、お腹の負荷を抜くことによって腰への負担がさらに大きくなるという悪循環になってくるので、まずはこう腹筋の動画とかを今の意識して腹筋腹筋腹筋縮める、で、それをゆっくり戻るように、で、戻しきらない、常に丁寧に丁寧にやるようにしてみてください。そしたらいつもの何倍よりも早くお腹へのこう何つうの疲れが来ると思うんですよ。で、最後までやってしまうとどうしても疲れてる中でやると負荷が抜けて腹筋の腰がまた痛くなってしまうので、まずは短い、例えばクランチ20回だけ練習するとかでもいいですし、動画をやるんだったら1分間だけ集中してやってみる。で、腰が痛くなりそう、負荷が抜けてきたなと思ったらその場でやめてもらうというふうに、まずは上手にトレーニングができるようにしてみてください。では早速クランチレクレズサイクルクランチのやり方についてお話ししていきます。よし、ということで次はクランチレクレイズサイクル、クランチサイクルクランチレクレイズの一つずつですね、解説していこうと思います。で、さっき言った通り、こう大切なことっていうのは筋肉を収縮させて伸ばす、そしてその伸ばすときに力を抜かないっていうところなんですけど、まずクランチは90度に膝を曲げます。で、この骨盤が動かないようにですね、特にこういう動きが入っていってしまうんですよ。自然とこの動きがこう止まれるように、下腹部とか、まあ、お腹にちょっとね意識して力を入れてもらいたいんですけど、大切なことというのはまずここ収縮させることです。これが第一ステップです。で、収縮させるときに体を上に持ち上げるというよりは、この肩とか頭をこの太ももの付け根に近づけるっていうイメージです。そして自然と猫背になってここに収縮がかかってるんですね。なので上に上げるのではなく、どっちかというとこの下の方に近づけていくようなイメージです。そしてこの状態を戻すときに力を抜かない、そして戻しきらない、戻しきる場合はここまで戻っちゃうんですけど、この時って自然な姿勢になってるんですよ。なので背筋ってもともと S 字になってるんで、これが勢いよく S 字になると腰への負担っていうのはバーンって強くなっちゃうんで、できるだけここを近づける、そして力を入れながらゆっくり戻るように、ゆっくり戻るようにして戻しきらずにまた次の動作。なので常に今力が入ってる状態なんで、線なんですね、トレーニングと。じゃあ次にレッグレイズのお話をしていきます。レッグレイズの時もまずは基本フォームは肩を少しこの付け根に近づけるイメージです。ちょっとこう背筋で言うと猫背、お椀型になってます。この状態 で僕ね、お尻の下に手を置く理由はそれが支えやすいからなんですよ。別に置かなくても全然横でもいいですし、置かずにやっていただいてもいいんですけど、どうしても手がある方がバランス取りやすいんで、しっかりお椀型にしてお腹で支える。で、足を上げるときに意識は下腹で持ち上げれるようなイメージですね。そして下ろした時に猫背、このお椀型を潰さずお腹で支えるというふうにしてみてください。それだけでもこのレッグレイズってめちゃめちゃ負荷が上がってきます。ただこう疲れてくると起こる現象としては、このお椀型が普
通の S 字ですね、通常の姿勢に戻ってしまうんですけど、その通常に姿勢に戻るっていうのは人としてはまあ当たり前のことなので、まずはご自身がまあこのお椀型を潰さずにどこまでできるかっていうのをやってみて、でそれがですね、まあこうできなくなった、そこまでが限界の回数と思っていただいていいと思います。で、フィットネスメーターは結構時間でやることが多いんで、まあ、例えば5分の筋トレで3分でちょっとフォーム乱れていくような方はまずは3分でやめてもらっても全然 OK です。その代わり次やるときに3分1秒できるようにしてみてください。で続いてサイクルクランチなんですけど、基本的には一緒です。このお椀型ですね、背筋が常にお椀型なので肩がこの付け根に近づいてる感覚で、この状態でひねりを加えていく感じです。そしてこのトレーニングもこう姿勢を戻しきってしまいやすい種目になるので、できるだけお椀型をキープ、肩を付け根に軽く近づけた状態をキープで、そこからさらに近づけてひねりを加えるというふうにクランチのちょっと上位版にはなってくるんで、ちょっとひねりの動作が入る分ですね、この背筋のお椀型を保つのが難しくなってくるので、まずはクランチを覚えてください。そして次にレッグレイズ、そして次にサイクルクランチというふうに徐々に徐々にできるトレーニングを増やしてみてください。でそしてこうトレーニング中に僕はですね、もうお腹意識してくださいってよく言うんですけど、マインドマッスルコンディション、さっき言ったゴムですよね、ギューって常に硬い感覚がある方っていうのは基本的にそのフォームができている方が多いんですよ。なのでもうフォームっていうのはもうめちゃくちゃ大切なんですけど、頭で考えて動作をすると結構不器用になっちゃうんですね。なので筋トレっていうのはスポーツと同じって僕はいつも言うんですけど、野球とかバレーボールとか卓球とか皆さんいろいろなスポーツされた、一度はされたことあると思うんですけど、それを頭で考えてやる人って結構少ないと思うんですね。まあ、プロ野球選手がピッチャーがボール投げるときに早く投げるためには体幹固定して肩下げて手首のスナップを効かせて振りかざして、でそんな頭の中で多分考えてないと思うんですよ。どっちかというと感覚でやられてると思います。なので筋トレも感覚っていうのはめちゃくちゃ大切になってくるので、まずは練習で言葉と頭と体を使って集中をかけてそれを抜かないようにするっていうのが、どんな感覚かっていうのを覚えていただいて、いざじゃあトレーニング入った時はもうお腹で体を戻す時もお腹の力を抜かない、お腹というふうに、まあ、シンプルに感覚でやっていただくのがいいかなと思います。なので筋トレは練習と本番を切り分けてやっていただくことによって、よりですね効果的なトレーニングができるようになると思いますので、もしよかったら試してみてください。くー、腹筋効く。皆さん最後までご視聴していただきありがとうございます。まあ、夏までまだ時間はあるので、今回ですねこのお話ししたこのトレーニングの意識ができるようになると、腹筋とかもトレーニングどこでもそうなんですけど、めちゃめちゃ効くようになります。なのでまずはトレーニングの動作をするだけではなく、効かせれるように質の高いトレーニングをできるようにしてみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。このような形でフィットネス情報を投稿してますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてですね、皆さんのもしリクエストとかありましたらコメントしていただけましたら、今後こういった形でですね、動画にしていきたいなと思いますので、お気軽にコメントしてください。それではまたトレーニング動画でお会いしましょう。バイバイ。